さあ今日のゲスト、女子サッカー琉球デイゴスから監督の山木理恵さん、そして広報の岩井かすみさんに来ていただいてますけれども、岩井さん、山木さんのお話、僕も結構今日初めて伺うこと多いんですけど、結構新鮮ですよね。ですね。なかなか普段だとこうサッカー選手どうとか、うん、この選手がみたいな話をよくするんですけど、うん、山木さん自身の話はそんなに聞かないので、うん、面白いです。また高校時代からまたチームも変わるっていうね、なかなかやっぱり女子高生で体験できないことをいっぱいされてるなっていうのが、そうですよね、はい、日産 FC レディースから今度日興証券レディースっていう、当時あったね、また女子サッカーで本当に僕でも今でも覚えてるぐらいたくさんのタレントが集まった強いチームがあったんですけれども、その一員にもなられたというところで。そうですね、中学校を卒業して高校に上がるときにちょうどチームが配分になってしまう、高校に上がるタイミングだったんですね、はい、だったので、まあ、チームいくつか見させていただいて、まあ、千葉にあったということもあるんですけど、はい、グラウンドが千葉にあったので、日興証券にでプレーすることになりましたね、はい、また、はい、日本女子サッカーリーグで3連覇もされたり、キャプテンも務めていらした時期も、したかな、はい、あ、すいません、今ちょっと不確かかもしれません、ね、すいません、はい、キャプテン、副キャプテンぐらいだった、副キャプテンですか、はいはい、多分そんなキャプテンやってない気がします、うん、そんなキャプテンとかそんなにたくさんやる、多分副キャプテンタイプです、どんなタイプかわかんないですけど、そんな感じでした。もうそんな時でもやっぱり、まあ、中学高校生世代だけれども、10代の選手とか同じぐらいの世代の選手って多かったですか、社会人の方が多かったんですかね。あ、違いました、私高校中学卒業するときって言いましたね、高校卒業するときに日興証券、日興証券、はい、はい、そうですね、で日産が配分になったんですね。同世代は何人かいましたね、はい、なのでやっぱりすごく同期と同世代ってすごくこうなんか今でも時々あったりとかできたりする仲間なので貴重だったなって思いますね、うん、またそういったお仲間と、まあ、オリンピックだったり、あと、はいはい、ワールドカップも2回出られてるというふうに、はい、はい、そうですね、すごい、アトランタオリンピックは最初女子サッカーが初めて種目に入った時に、はい、あ、そうなんですね、ちょうど出れたのですごく記念になったって言ったらちょっと語弊がありますけど、うん、自分にとってもいい経験ができたなとは思いますね、うん、はい、すごくまあ、自分たちの成績は全然及ばなかったんですけど、決勝がアメリカと中国だったんですよ、はい、でスタジアムがもう超満員なんですね、うん、アメリカでやったので、アメリカって女子サッカーがすごく人気あるので、うん、もうすごくその光景がすごく目に焼き付いて今でも覚えてますね。5、6万人集まったんじゃないかなぐらいスタジアムがいっぱいありました。すごい、うん、これはすごかったですね。でみんなやっぱりこうスポーツを楽しむっていうことをやっぱりアメリカの方たちは当たり前にしてるので見ててもすごく華やかで楽しい試合でしたね。すいません、ちょっと放送中ですか、お話していただいてていいですか、はい、あ、はい、ちなみに日の丸を背負ってどんな感じの気分なんでしょうか。はい、どんな感じ、もう全然想像がつかなくて、うん、私は日本代表すごいプレッシャーすごそうだなとか思ったりするんですけど、実際どうなんだろうと思って、まあ、プレッシャーもやっぱりありますよね、やっぱり代表、ね、日本を代表するっていうことはっていうところもあるし、うん、代表で選ばれたからにはやらなきゃいけないっていうのもあるんですけど、うん、根本的なところはサッカーをするっていうことが変わらないので、うん、自分のチームもそうだし、代表に行ってもやるべきことはっていう、変わらないんだ、うん、変わらないのかなとは思います、うん、試合に出るためにとか試合に勝ちたいなと思ってやるので、はい、そんなに
変わらないのかなっていう気はしてました。あ、かっこいいですね、うん、さすが代表ともなる選手。僕も以前あのインタビューさせてもらってた中で一番印象に残ってるのはやっぱり海外の選手とやって、まあ、アトランタの時、まあ、ドイツとか、ね、はい、試合されてたと思うんですけど、やっぱり当たり、はいはい、海外の選手のこの当たりとかフィジカルの強さっていうのがすごく印象に残ってて、じゃあそのフィジカルの体の強さに対して日本はどうしたらいいのかっていうことをこう考えたっていうお話がすごく僕の中で印象に残ってるんですけれども、はい、そうですね、やっぱりあのもうどうしても体格差ってそう簡単には埋められないので、うん、急に体も大きくならないし足も速くならないしっていうところで、まあとまあ、今でも言われてますけど技術だったり、まあ、アジリティ細かい動きだったりみんなのチームワーク組織ですね、うん、で対抗しようっていうところをやりましょうっていうところがまあ始まりなんだと思うんですね。今も続いてますけど、その中でまあだんだん今だとこう少しまあフィジカルで追いついてきたりとか、まあ、対等に戦えたりとかっていうのが出てきたので、まあ、こう世界一になれたところもあったのかなとは思いますけどね。でも山木さんすごい華奢ですよね。そんなことないですよ。華奢ですよ。身長は高いですけどね。何センチぐらい？165ぐらいですね。あ、気痩せですよ、気痩せ。え、じゃないですよ。隠してる。腕も細いし。体脂肪がほとんどないよ。ね、見えないところについてるような感じです。いやいやいや。最近そんなにこう動かないので、筋肉自体は落ちてると思います。そんなに痩せてないです。いや痩せてます、痩せてると思います。痩せてることは痩せてると思います。なんかサッカーの話聞くより、なんかダイエットとか美容の話した方が盛り上がるような女子トークになっちゃいそうですけど、はい、それもいいと思います。ただね、やっぱりまたその中でこう20代半ばでもう本当にあのスポーツって景気に左右されるところもあると思うんですけど、はい、その日興証券ドリームレディースもチームとしてはなくなってしまって、その後あのドイツに行かれてるんですよね、はい、あのまた、まあ、チームが、まあ、なくなるってなって、こうドイツってまたこれもご自身で行ってみようと思われたんですか？そうですね、あの海外は、まあ、1回ぐらいはみたいなところがあって、でたまたま知り合いの方でドイツ語の通訳をされてる方がいたので、はい、一緒にドイツに行ってもらっていくつかチームを回ってって練習に参加してっていう感じですね。なかなか当時はあの ドイツのサッカー自体はこうすごく組織がしっかりしてるんですけど、はい、こう今よりはやっぱりちょっと行きづらいところがあったと思うんですね、うん、プロでもないし、じゃあどうやって生きていくんだっていうところもあるし、あ、そこを伺いたかったんですよ、うん、っていうのがあったので、うん、まあそのまあ、少しこうお給料みたいな感じでもらえてやるところを探して、はい、あ、ドイツでっていう感じですね。フランクフルト、フランクフルトですね、はい、今昨シーズン、もうシーズン終わったから昨シーズンまで長里、あ、はい、はい、長里優希選手、はい、大気味、ま、選手ですね、はい、はい、はい、いたところで、来季から横山選手が行く、はい、あのパルセロにいた、はい、長野のチームから、ね、はい、あの行ったチームですね。そこはやっぱりすごくあの代表チーム選手も多いあのチームだったので、はい、いろんなでドイツはもともと今でもそうでもないかもしれないですけど移民を多くこう受け入れている国でもあったので、うん、はい、すごく外国籍の選手も何人かいたりしたので、はい、すごくこうドイツの選手だけじゃなくていろんな国の方がいたりとかして結構楽しかったですね。あの生活とか言葉とか大丈夫だったんですか？大丈夫っちゃ大丈夫だしみたいな、うん、あまあ、生きてるぞみたいな感じ、はい、
すごいなんかどこでもやっていけそうな感じがしますよね。バイタリティはね、ね、はい、うん、誰とでもすぐ仲良くなっちゃいそうな、うん、そんなことないですよ。人見知りは、そうですか。結構人見知りなんですよ。ね、結構初対面からいろいろお話もねしてもらえてて、はい、面白いです。まあでも学校は語学学校は行きました。はい。全く分かんなかったので、うん、ドイツ語の学校には行ってある程度分かるなみたいなぐらいに しました、はい、何年ぐらいいらしたんですか。でもドイツは1年ぐらいですね、うん、で帰ってきてっていう感じですね、うんうん、でもこの海外でももう女子サッカー選手ってその、まあ、あの企業チームに所属してたり、まあ、海外行かれた時なんてますますそうですけど、はい、あのちゃんと、まあ、給料っていうか収入って大丈夫だったんですか、はい、どうなんでしょう、たくさんもらえたかと言われれば、うん、そうでもないかもしれないけど、うん、はい、まあ、もらえたのが給料と捉えれば、はい、それなりにはやっていけるのかなっていう感じですかね、他にお仕事しなくてもやっていけるぐらいの。そうですね、そんな感じでしたね、うん、結構今でもなでしこリーグの一部のチームでも活躍している選手でもやっぱりあの他のお仕事をしながら、はい、あの試合に出てらっしゃるって方も多いんで、やっぱりまだまだ女子サッカーの環境ってまあ厳しい部分も多いのかなと思ったりもするんですけれども。そうですね、まあ、あの J リーグみたいにこうプロリーグとしてやるのか、まあ、今だとアマチュアとプロが混在しているっていうのが、うん、なでしこリーグでもあるので、まあ、それはそれでリーグの形としてはいいのかなっていうふうに私は捉えてて、はい、うん、あのまあ、できればあのすごくサポートしてくださってる企業の方、企業 のところにこう働かせていただくっていうことが多いとは思うんですけど、こう少しでも時間が短くできたりとかっていうのがあると、うん、はい、すごく選手もそれが励みになってまたサッカー頑張れるとかっていうのもあるから、そういうのが増えてくるといいのかなとは思ってはいますね。ただきちんと働いて社会で働くって結構大変だったりするので、そういう経験をができるっていうのはすごくいいと思います、私としては、はい、まあ、選手である前にまず人としてっていう部分ですよね。そうですね、なかなかサッカーだけしてるとってよく言われたりとかすることも耳にしますし、うん、社会にじゃあ例えば辞めた時にって最近すごく話に出ることが多いと思うんですけど、うんうん、なんか何も残らないっていう子もいたりとかして、うん、次何しようってなっちゃったりする子もいるみたいなんですね、うん、でまあ普通に働いきちんと働いてればある程度こう社会のことが分かってくるから、うん、いろんなこともこうやってみようと思うことができたりとか、まあ、そのまま働いてたりっていうと人としてっていうのはすごく、うん、あの成長できるからいいのかなとは私は思ってますね、うんうん、なるほど。またあの山木さんご自身のお話になると20代後半で、はい、あの現役を引退されて、またあの千葉県のチームでまた指導者としても、はい、あの、はい、活動を始められたっていうのが大体30前後になられるんですかね、いろんな年代が混在してるんですけど、いや、はい、いや、なんだろう、またフランクフルトから間でフランクフルトから帰ってきて、はい、少しサッカーを休みして、はい、指導者をやってフットサルのチームもいらっしゃったんですね。フットサルもやってっていう感じですかね、はい、はい、でその後は少し違うまた違うところで働いてっていうのが多かったですかね、うん、そういう感じでしたね、うん、この中でこう、まあ、今デイゴスの監督さんですけれどもこう、はい、指導者への道をこう歩んでいこうって決めたきっかけってあったんですか。あのずっと私、まあ、いつかは、まあ、サッカーに携わる仕事ができたらいいなとは思ってたんですね。でその中で、まあ、たまたまというか、
大学の女子サッカーチームでコーチをする機会をいただきまして、はいはい、でやっていくうちに、まあ、面白いな、やっぱりこういろんな人と関わって、で一つのチームを見るってすごく面白いし大変だしっていうのを見てきたので、まあ、自分が監督になるとどういうことになるんだろうっていうことを、まあ、経験してみたかったのもあるし、で、まあ、たまたまこういい機会を沖縄からお話をいただいたのでっていう感じですね。琉球デイゴスに来させていただきましたね。岩井さん、こうチームとして山木さんにオファーを出そうっていうのは、なんかきっかけっていうか、山木さんにお願いしたいっていう話になったきっかけって何かあったんですかね。そうですね、まあ、うちの、まあ、代表がいるんですけど、はい、まあ、代表も同い年、あ、そうですよ、ね、そうそう、昭和50年、ね、みんな、はい、そう見えないんですよ ね、 ね、もう海線山線の世界を乗り越えて来られてるから、もう社長は、はい、そう、まあ、なんか常に、まあ、どうしても女子のチームなので、やっぱりそのなんていうんですかね、男子のチームとは違った難しさっていうのがあるんですか、ね、うん、やっぱ女の子なので、はい、うん、女の子ならではの悩みというか、うん、やっぱりそういう、まあ、彼女たちを、まあ、サポートするってなった時に、やっぱりうちのスタッフも男性ばっかりで、まあ、唯一私ともう一人ケリーいるんですけど、まあ、ぐらいしかいなくて、まあ、サッカーを知ってる女性の指導者がいなくて、やっぱりそういう意味で女性の指導者、まあ、コーチなり監督なりっていうので、まあ、ずっと探していたっていうのもあって、まあ、その中でたまたまご縁があって、まあ、そのうちの代表の方にもこういう方いるけどっていうので紹介をしてもらえる方がいてですね、で、まあ、それで去年ちょっとお会いする機会があってっていうことで今に至ってます。岩井さん、第一印象いかがでした？山木さん、最初覚えてます？あのさ、こっそり会った時こっそりやったね、はい、こっそりっていうかさ、私がこっそりやったのかな。あ、そう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 、こっそりっていうのはなんていうんですか、今だから言えるんですけど、はい、まあ、代表と、まあ、山木二人で話すってなった時に、はい、私は、まあ、女性の目線でどんな人か見てねってうちの代表から言われて、はい、なんか一緒に来て、はいはい、なんか そっちのテーブルでなんかやってるふりしてるなんかドラマみたいな一応ちょっと別件で出店してて、はい、一緒に来てて、はい、でたまたま時間があって、はい、でそこでお会いすることになって、でうちの代表とお話をしてて、はい、そしたら隣で本当なんかすかした顔してるんですよちょっとしてるジラーでしたけどテーブル違いでこうやってる、はい、やってたんですよ、はい、っていう感じでしたね、うん、ほとんど最初話してないですね、うん、そうですね、うん、話さないのが私 の、 あのミッションだったんで、あ、そうなの、ね、観察するミッションだったそれ初めて聞いた今だから明かせますけど、うん、別テーブルでこっそりそう、なんで別テーブルなんだろうってずっと思ってたんですよ、はいはい、一緒に来てるんですよ、はい、確かに不思議です不思議じゃないですか、はい、なんどういうことな、どういう仕組みなんだろうってそういうことだったんですね。そうなんです、なるほど、はい、実は、まずは、はい、でも女性の目線で見てほしいっていうのはやっぱり女子チームならではのなんかケアがやっぱり必要なところがあるんですね、うん、まあ、ケアというか、はい、やっぱりその、うんうん、なんていうんですかね、まあ、まあ、簡単に例えば、はい、男子の部活とかの場合だとこうお前らもっとこうなんか気合でやれよみたいな、そういうなんか根性論でなんとなく、うん、男子ってまとまるじゃないですか、うん、まあ、偏見かもしれないですけど、まあ、まあ上からね、うん、先輩とか、ね、そうそうそう、目上の人だから言うことを聞かせるっていう部分はちょっとあったりはしますね、はい、うん、なんですけどやっぱ女性の場合ってこうなんていうんですかね、女性ならではの視点というか、まあ、そういうちょっと心配り目配り気配りっていうんですかね、はい、うん、っていうのが、まあ、気づける男性の指導者であればいいと思うんですけど、うんうん、やっぱりなかなかね男性なんで異性だとちょっと違うっていうのもあるので、はい、やっぱそういう視点って必要かなっていうのは、うん、もう立ち上げの時からやっぱりあってですね、特に
まあ、若手を育てなきゃいけないっていうのもうちのチームのミッションでもあるので、うん、なった時にやっぱりその子たちがどこでつまずいてどういう声かけをしたらいいのかとか、うん、やっぱりそういうところがそのお話聞いてた時にあすごいなっていうのをちょっと小耳にこう聞いてましたやってくれるぜ祝い的にも丸です社長っていう期待でかいな小さくね小さくねすごいなんか守備の話してるみたいなのがコンパクトにコンパクトにお願いしますでは一曲挟んでですねもうはい一曲挟んだ後はまたデゴスまたこれから向けてのちょっと意気込みというところを一つお聞かせいただければと思います。はい、はいはい、ここで皆さんには一曲お届けします。シンプリレッドスターズ。